おお、これは剣王様。またどうしてこんなところに？実はここは山梨県大月市の笹市酒造なのです。明治天皇もお飲みになられたという御膳水は、笹市酒造の仕込み水としても使われているのですね。ギネスにも登録された世界一大きいと言われる太鼓や、この国王号に乗った剣王の像が展示されていますよ。蔵見学では精米機を見せていただきました。これ酒粕入りの蔵元吟醸ソフトクリーム。ノンアルコールなのでドライバーでも OK です。何の変哲もないソフトクリームに見えますが、実はこれは蔵元の限定吟醸ソフトクリームなのです。いただきます。あ、酒粕っぽい味がする。美味しいな、ピロピロしてる。そしてお土産には本醸造生酒とワインの樽で熟成したゲゲゲの眠り酒、そして北斗の拳剣王840円なり。ワンカップで840円とは、さすが剣王様。